どうもゆいみんです。今日はじゃん、スイーツスクエア、しっとり柔らか甘酸っぱい果実のふんわりケーキアイスサンド、これを食べてみたいと思います。スイーツスクエアの商品ってね、いつもタイトルが長いって私言うんですけど、これはまあタイトル長いけど割とあのシンプルな方のタイトルですね。ロッテの商品です。分類はアイスクリームで1個213キロカロリーでね、ふんわりと柔らかな3種果実のケーキでサンドされてるクリーミーなミルクアイスだそうです。でケーキ部分はレーズン、ドライクランベリー、ドライブルーベリーとドライフルーツがねしっかり入ってますね。じゃあ早速開けていきましょう。おお、なんか今までにない感じ。しっかりあの厚みのあるケーキでサンドされてますね。じゃあ早速一口食べていきます。いただきます。うん、まず本当にケーキがふんわりしてて果実がゴロゴロ入ってますね。でミルクアイスも滑らかで美味しいです。ケーキも口当たりいいです。すごく、うん、幸せ。本当にちょっとレベルの高いスイーツのようなあのアイスですね。ですので、なんだろう、ケーキが好きな人におすすめかも。パウンドケーキとかあの焼きっぱなしのケーキですね、ああいうのが好きな人にとってもおすすめのアイスだと思います。美味しい。本当になんだろう、ブルーベリーとかクランベリーとかレーズンとか入ってるんですけど、味的にはレーズンが強いです。で、しっかりバターの香りもするこのケーキがすごくまろやかで美味しい。アイスと合わさると、うん、結構大きさは大きくないんだけどしっかりとしたケーキなんで結構食べ応えありますね。美味しいです。でなおかつカロリーも213キロカロリーだったらそんなに高くなくて食べやすいですよね。手が出やすいアイスかと思います。おすすめです。女子受けしそう。皆さんもぜひ一度食べてみてください。今日はロッテスイーツスクエア、しっとり柔らか甘酸っぱい果実のふんわりケーキアイスサンドを食べてみました。それではまたね、バイバイ。